皆さんこんにちは。やっと仕事が終わった。お腹すいたよ。来たら混んでるの、いっぱいなの。すぐ食べられるかな。行ってみましょう。3時半を回っているのにこんなに混んでおります。何食べようかな。美味しそうです。いただきます。美味しかったです。ごちそうさまでした。ちょっと来ない間に4時閉店になっておりました。びっくりです。これからは仕事帰りには寄れないんですね。残念ですが仕方ない。早く仕事が終わった時とかお休みの日に来たいと思います。ではこのまま車中泊に行きます。遠くまでは行けないんですが、ちょちょっとちょっくらそこまで。右方向です。あいにくの雨ですが着きました。道の駅めぬまさんでございます。もうね、閉店してしまうので、とりあえず急いで行きましょう。道の駅めぬまさんには、バラ園がございます。今見頃ですよ。ちょっと見てきましょうかね。ようこそバラ園へ。たくさんの種類のバラがあります。今がピークみたいですね。熊谷市の観光案内。今日はここ3番目の前に泊まります。明日帰りながらこちら寄ろうと思っております。さあ準備ができました。ご飯はね、さっきラーメン食べてきたからなしです。早速使い方を忘れました。私使い方がわからないです。あれなんで缶切りはこう、栓抜きはどう。はラーメンは食べてきたのでご飯はありません。乾杯。うん。今日のビールは日本一のなんて読むの、ツアーのものって読むの、熊谷塾ビール、地ビールですかね。あともう一個ね、目沼道の駅のお酒も
できてありますよ。あとはチョコバナナのシフォンケーキ、いちごのシフォンケーキ、チーズ大福、これねずっと気になってたのです。あとはごかぼう、今日は寒いからね扱いにしたいと思うので、まずは温めておきましょう。ちょっと飲んじゃうけど、美味しいですかね、熊谷のお酒。いただきます。うん、この噂のチーズ大福、冷凍で売ってたので冷たい、冷たい、はい、いちごとブルーベリーと普通の、あ、まだ凍ってるな、もうちょっと、あ、でもいちごは溶けてるっぽい、いちご溶けてるからいちご食べましょう。うん、おいしい。うん、そして熱燗も良さそうです。あちちちちちちち。おお、熱すぎたかな？ちょっとあっち色？あちな。はい。はい。うん。ああ。ちょうど良いです。あったまるね、ふわーって美味しい。続いては、どこ取れるな、チョコバナナ。おお、大変、チョコが垂れそう。いただきます。うん、シフォンケーキがふわふわ、いちごの方も美味しそうでしょう。その前にごかぼうを私は食べたいと思います。このごかぼうは一口サイズ。はあ、おいしい、うまいね、みんなうまいね。あ、よし、これはね垂れてこない、チョコないからね。すっごいイチゴのいい匂いです。
い方から。うん。うん。あ、さっぱりな感じ。とりあえずはもうちょっと。おはようございます。やってまいりました、目沼昇天山さんって読むのかな、有名なお寺でございます。今日はお掃除の日なのか、たくさんの方がお掃除をされているのです。行きましょう。綺麗ですね。やばい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 。まだ大丈夫かな。売り切れ次第で終わりだそうです。並びましょう。次です。大きい稲荷寿司楽しみです。ここまでよろしいですか。ごめんなさい、袋もお願いしていいですか。はい、袋もお願いできますか。はい、無料になってしまいますが、はい、925円になります。はい、すいません。2個買っちゃったけども、1個は今日実家に帰るのでお土産。見てこのでっかいお稲荷さん。ほら、わかります？美味しそうね。お稲荷さん大好物です。油揚げ大好き、お稲荷さんも大好き。うん、おいしい、最高です。